てきたぜ。ん？あれが帝都、目的地さ。まさかあんなに。どうだい、姉ちゃんとこと比べて。そうだね、うん、まあまあかな。まあまあ、こんなに大きかったなんて。ルルティエも初めてなのか。はい、あまり国から出たことがなくて。ですから、とっても楽しみでした。よし、おめえら、あと一息だ。うまい酒に3回の珍味が待ってるからな。ちゃっちゃと荷物を引き渡しに行くぜ。はあ、やっぱり帰りたくないでおじゃる。また何か借財が増えているのでおじゃるよな。帰りたくないでおじゃる。帰りたくないでおじゃる。そもそも白くてよくわからないんだがな。うわあ、でかい。それにしても見事なもんだね。こりゃ薄っぺらな飾りではない。重みを感じるというか、うん、こりゃすごい。お、別に何でもないかな。絶対に何でもないから。いや、何も聞いてないし。ウコンのやつがこんな集落とは比べ物にならんと言っていたが、まさかここまでとは思わなかった。確かにこりゃすごいな。建物もすごいが人混みもすごい。今日は何か特別な日なのかな。祝祭の日とか。ん？いや、何もないはずだがな。そうなんだ。それにしては人が多いような。いや、いつもこんなもんなんだぞ。いつも？ああ、うん、そうなんだ。いつもこんな感じなんだ。そう。どうかしたのか？え？いや、さっきからブツブツとつぶやいてるから何かあったのかと思ってな。ううん、別に何も。ただ私の故郷よりほんの少しだけ賑やかだったから、ほんのちょっと驚いちゃっただけ。ただそれだけかな。ああ、なるほど。にこやかな笑みを浮かべながらも眉をさらに引きつかせてる理由がなんとなくわかった。にしてもやけに悔しそうだな。おそらくクオンの故郷より。いや、やめとくか。さて、俺たちはこのままこいつを大代理まで届けに行くんだが、姉ちゃんたちはどうする？そうだね、まずは寝床の確保かな。都の見物がてらに旅小屋を探すつもり。そうかい。そういうことならいいとこ知ってるぜ。よければそこを紹介するがどうだい？いいところか。それにと、いや、待った待った、いっけねえ、忘れてた。他の宿を取られちゃ困るんだった。え？いや、帝都に着いたら
みんなで仕事納めの宴をするってのが習わしでよ。そのつもりでもう店の方に予約を入れさせちまっててな。宴とな。そういや腹が減ったな。もうすぐ都に着くからって昼の休憩なしで来たからな。つまり私たちを歓待してくれるってこと。ああ、野郎どもの慰安も兼ねてな。どっちかといえばそっちが本命っぽいな。せっかくだから喜んで参加させてもらおうかな。ハクもそれでいい？まあ構わんよ。よし、歓迎会の宴となれば、これはただ飯な予感。都に着いたら外での飲食代は自腹でと言ってたからな。ただ飯最高。そうか、そうしてもらえると野郎どもも喜ぶぜ。何せあんちゃんのおごりだからな。まぬ、ただ酒ほどうめえもんはねえからな。忘れてた、デートでみんなにおごるって約束だった。テロは冗談だ。先に一杯おごるって言ったのは俺だからよ。ここは一つ俺の顔を立ててくんねえか。そこまで言うのなら仕方ないな。ごちになろう。ハク、顔色が良くないかな。は、気のせいかな。ああ、そうそう、これから宴をする店ってのがちょうど紹介しようと思ってた旅籠屋でな、騙されたと思ってそこにしてみたらいい。何しろ、いや、こいつは見てからのお楽しみってな。特に姉ちゃんは気に入ってくれると思うぜ。もうすぐだ。ほれ、見えるだろう。この先に見えるあの門までだ。あの門ってどこに？って、遥か向こうすぎて豆粒より小さいあの門までか。どこがもうすぐだ。あれは何かな。ああ、あれは聖廟だ。聖廟？この国の祭壇みたいなもんだな。祭事の中心になる場とか、五穀豊穣を恋願う場とか、まあそんなようなところだ。そうなんだ。実は興味津々って感じだな。何か言ったかな。いや、何も。新年立て祭りとかお見舞いとしたいであります。九十里王王翦が娘ルルディエ、オーロの名代として出仕いたしました。正常の宮のことほぎ、いやさかなることを願いまして、名産の品など慎んで奉りたく、ここに参った次第であります。ああ、なるほど。献上品を届ける際の工場の練習か。ここに何用か。目的と名を名乗られ。どうするんだ。すまぬがよく聞き取れなかった。もう一度言ってもらいたい。なんか手間取ってるみたいだな。腹減ってんだが、まだ終わらないのか。このままだとまだ時間がかかりそうだな。仕方ない、とっとと終わらせるか。
我らは九十里王王禅様の使い。このお方は九十里が姫巫女ルルティエ様である。こたびは正常の御代を祝い、さらなる繁栄を願って名産の品など献上したく、ここに参った。ことの次第しかと拝聴しました。王禅王の名代とはつゆ知らず、数々の無礼の断、どうかお許しを。では見印を改めさせていただきます。ルルティエ様。はい。見印を拝見させていただきたいのですが。確かに。遠路お疲れ様であります。お通りを。ありがとうございました。ありがとうと何がだ。はて、何か礼を言われるようなことしたか。さっきの。先ほどの助け船を出して代わりに口上を述べたことかな。ああ、なんだ、そのことか。でも、ハクが助け船を出すなんて思わなかったな。ちょっと見直しちゃった。そうか。言えない。腹が減ってて、とっとと済ませてもらいたかったから代弁したなどと。ありがとうございます。まあ、瞳をこっちに向けないでくれ。よく考えてみたら、こっちが何もしなくてもクオンが助け船を出すつもりだったんだろうな。もしかして余計なことをしたのか。よし、ここだ。着いたぜ。やっと着いたか。いくらなんでも広すぎるだろう。お待ちしておりました、ウクオン殿。お疲れ様であります。おう、今戻ったぜ。こいつが九十里からの献上品だ。丁重にな。はっ。じゃ、後のことは頼んだぜ。はっ。あっ、いや、ちょっと待ってください。どこへ行くんですか。報告やら手続きやらをやっていただかないと困りますって。いや、悪いな、疲れてるんで細かいことはまた明日にな。おちょ、よかったのか。置いてきただけでこっちとしては長々待たされずに済むからありがたかったな。なあ、もともとあそこオシュトルの屋敷に届ける手はずになっていたからな。オシュトル、あの仮面のどこか。あそこに届けとけば、後の手続きやら品定めやらは全部やってくれるからな。だからルルティエ様、そんな心配しなさんなって。名代としてきたお姫さんとしては不安だろうが、あとは向こうに任せておけば何の心配もいらねえからよ。はい。てなわけだ。さて、宴へ宴へ。ん？そういえばあの二人どこへ行った。大代理の門まではいたと思うんだが。着いたぜ。ここが旅籠屋白楼閣だ。この都ではかなり有名なんだぜ。ああ、なんていうか他とは違った雰囲気の建物だな。風情があるというか、広い上に随分贅を凝らした造りだ。しかもそれなのに嫌味を感じさせない。この一風変わった旅籠屋はここの女将の趣味らしい。ここだけの話だ。女将はめっぽう色気があって、
腕っぷしもすげえらしい。色っぽくて腕っぷしって。腕っぷしだけは申し分ないな。おい、みんなが待ちくたびれてんだ。もう行くぜ。よ、そこの女子さん。うちの連中はもう集まってるかい？はい。お連れの方なら乃木区のまでもう始めておりますが。そうかい。ありがとうよ。えらく忙しそうだな。ったくあいつら、主賓も待たねえで勝手に始めやがったか。悪いな、こっちから誘っときながら勝手に。よう、いや別にいいんじゃないのか。待たせるのも悪いし、先にやっててくれた方が気が楽だ。それよりここの人とは顔見知りみたいだったが、常連なのか。お、まあな、ここは同じ格付けの旅籠屋や料亭よりもちょいと割高だが、料理もうまいし、いい酒も揃えてある。なんていうのか、壺を押さえてるってやつか。感じも悪くないしよ。確かにいい雰囲気だね。廊下は磨き上げられていて、感じのいい装飾にも手入れが行き届いているみたい。それにちゃんと見えないところにも気を配っているみたいなのも感じがいいな。さすが姉ちゃんだ。わかってるね。なわけでルルティエ様、この旅籠屋であれば申し分ないと思うんですが、どうですかい？ここですか？気に入らなければ別んとこに案内しやすが、どうです？いえ、気に入らないとかは。不満そうって感じじゃないな。どちらかというと不安？こんな素敵なところ。ウルティエ様んとこの城に比べたら大したことねえかもしれやせんが。そんなこと。あそこは素敵とは違うと。もしかしてこういうところは初めて？はい。あまりお城から出たことありませんでしたから。そっか。そういえばここって同じ格付けのとこと比べて少々割高って言ってたけど、どのくらい違うんだろう？ん？そうだな、階によって違ってくるが、まあ安い部屋で同じ格付けの旅籠屋の5から8割増しってとこか。そうなんだ。どうやらルルティエのために宿をここに決めようかと思ったが、値段を聞いて躊躇したっぽい。何か言った？いや何も。まあここが割高なのも訳があってだな。ああそうだな、もう始めちまってるんなら急いで行く必要もないか。よっしゃ、ついてきな。いいもん見せてやるぜ。